本日は10月10日土曜日午前8時50分、気温は23.2度となっております。皆様、改めましておはようございます。マーシーです。ビジネスホテル生活も6日目になりまして、実数折り返し地点に差し掛かりました。まあ本当に住みやすい街だなと思いますし、私まし、この街以外にも残りあと3箇所か4箇所、移住先の候補地を候補として決めてあります。まだね、現在プチ移住しているんですけども、まだこの街に住むとは決まってるわけではありませんし、ただね、非常に住みやすい街なので、候補地として、選択肢としてあってはいいのではないかなと考えております。やっぱしね、最低限私マーシーも、今後の人生設計、今後の人生のビジョンはどうあるべきか、最低限の今後の人生設計というものを考えていまして、まず確実に言えることなんですけども、現在のアパートに2年間は住みます。2年間住んで、その2年後、2022年、契約更新するかしないか。多分、今の現状、私マーシーの心境で言いますと、契約更新はしない方向で考えております。それはやっぱしなぜかと言いますと、会社に収入を依存しない生き方。これがある意味私マーシーの究極の目標でもあります。他にもね、大学卒業したいっていう大きな目標もあるんですけども、そのさらに上にある目標として、会社に収入を依存しない生き方というのを模索しておりまして、究極は個人で稼いでいく。個人で全て1ヶ月の生活費を稼いでいくというのは目標なんですけども、まだまだ現状を言いますと、個人で全て稼ぐことはできない。実力もないということで、できるだけ会社に収入を依存する状況を小さくしていこうという、そういう方向で考えております。そうしますと、私マーシーの現在の1ヶ月あたりの生活費は、どれぐらいかと言いますと、アパートの家賃や、まあ電気代、ガス代、水道代、で、イオンカードの借金の返済、で、ガソリン代やインターネットの費用、食費などを合わせますと、1ヶ月14万2000円になります。詳しくはね、内訳やブログを見ていただきたいんですが、1ヶ月で一人暮らしで1ヶ月で14万2000円の負担って、何気に大きいじゃないですか。ですので、減らしていける部分は減らしていこうと。減らすことも大事だけども、増やすことも大事です。増やすことは大事っていうことは具体的に何を指すのかと言いますと、個人で稼ぐ力を身につけていくということになります。まあ、具体的に言えば、私マーシーの場合はブログですとか、まあ、ようやくチャンネル登録者数も900人を超えまして、1000人目前に迫っております。まあ、収益化の審査を通ることを願っているんですが、YouTube での収益、個人で稼ぐ力を身につけていくということは、私マーシーは今 YouTube の収益化、そしてブログの収益、この2点に重点を絞って生活して活動しております。やっぱしね、私マーシーはね、会社に依存というよりも、会社で稼いでいくに、いく力、才能が正直そんなにないんですよ。仕事もできない人間です。会社という組織の中で、みんなの輪の中に入って、自分自身の個の力を発揮する、みんなの輪に合わせて社会という名のレールに乗って生きていくことが正直苦手な人間なんですよ。人とコミュニケーションを取るのが苦手な人間で、人見知りな人間ですので、今現在は80回以上の転職回数で、仕事もコロコロと職を転々としてきました。そんな私マーシーが、もちろん一日でも長く働いて会社に貢献したい、
そういう思いもあるんですけども、私ましては今後、じゃあ65歳、下手したらね、もしかしたら年金の関係で70歳近くまで働かなければいけない状況が今後出てくると思うんですよ。そういった時に私ましては今後一つの会社で30年とか働くことが想像できるのかと言われますと、とてもではありませんが想像できません。それ以上に30年も一つの会社で勤める実力も気概も忍耐力も体力もメンタルも何もありません。ですので、もうこれ以上ね、会社に迷惑をかけたくないという思いで、できるだけ個人で稼いでいこうという、そういう方向で考えています。収入を増やすというのは、私マーシーにとってそういうことなんです。で、もう一方で、収入を減らしていく、1ヶ月の支出を減らしていく。これは何を意味するのかと言いますと、一番具体的に減らせる部分は何かと言いますと、借金の返済です。これが何気に、正直毎月本当に重いです。もちろんね、このような事態を招いてしまった責任、これは自分自身にある、これは否定しようがもうない事実であります。毎月借金の返済が3万6千円近くあります。これがもしなくなったら本当に大きいですね。毎月の3万6千円がなくなる。もう一回言ってしまいますが、本当に大きいです。約2年後に借金の返済が完済いたします。終了いたします。順調にいけば本当に2年後に完済する予定ですので、もうね、カードの利用も止められているので、これ以上借金が増えよう、増加のしようがないんです。ですので、残りは返済をしていく。これがまず一番、生活費を減らす、支出を減らす一番の良薬ではないでしょうか。インターネットですね。インターネットの料金。これはですね、実は約1週間前に、地元のプロバイダーのその会社との契約を解除いたしました。これはですね、私回しがもともと住んでいた実家は結構その電波の状況があんまり良くなくて、地元のプロバイダーの有線の、配線でインターネットに接続しておりましたので、もう実家を出て子供部屋おじさんを卒業しましたので、もう3万6千円のその負担というのが本当に大きくて、それによってね、もうもちろん自分自身の招いた結果であることは否定しないんですが、もしこれがなくなったら本当に楽になるなと、そういう思いがすごい強いんです。そしてその次は、地元のプロバイダーとの契約は正直もう必要はなくなりましたので、解除いたしました。こちらの料金なんですが、毎月5600円とか5500円ぐらいなんですよ。これが、ざっくり言って6000円と言っても、四捨五入で6000円と言っても過言ではありません。まず、イオンカードの借金の返済と、インターネットの料金。これが約合計で4万2千円です。3万6千円の毎月の返済と、インターネットの料金。5500円。四捨五入で、ざっくり6000円ということで4万2千円です。まず、これは確実に削減できるんですよ。そしてその次に大きいのが、家賃です。現在私マーシーの住んでいる1ヶ月の家賃が、だいたい4万5千円ぐらいなんですよ。ですので、もう少し減らせるのではないかということで、もうざっくり1万円削減できれば御の字で、結構1万円生活費、支出を減らせるっていうことはすごい大きなことで、それをまず1万円減らします。そのためにも約2年後に引っ越す必要があるんですよ。ですので、まず、イオンカードの返済、借金の返済、インターネットの料金、そして家賃。これだけで5万2千円ですよ。5万2千円削減できる。これは大きいですね。で、1ヶ月の生活費が、今現在だいたいざっくり14万2000円なんですよ。
携帯の料金ですとか、国民健康保険、借金の返済なので若干の変動などはあるんですけども、約1ヶ月14万2000円です。そしていろいろ計算してしました結果、約5万2000円の生活費の削減が可能になることが判明しました。これだけのね、生活費無駄に支払っている、そういうことはね、できるだけ削減していきたいなって考えております。プチ移住なんですけども、本当にこちらの街の生活、空気機関、商業施設や様々な、商業施設、公共施設、アパートもね、住む予定のアパートも外からですけど、見学してきまして、非常にいい街だなということを実感しております。もう私マーシーがね、これから全国を転々として、職も転々としますが、全国津々浦々転々としてね、一つの場所に縛られない、そういう生き方も考えておりますので、まずはね、本当に物流会社、ピッキングの作業に初日出勤することは、これがまずね、私マーシーの今後の人生のためにも必要なことですので、絶対に物流会社出勤いたします。まだね、メンタル的には憂鬱ではありません。非常に前向きですので、これからも私マーシーをよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。